再現不可能なロストテクノロジー10選ストラディバリウス。バイオリンの最高峰といわれるストラディバリウスは、使われた材料からバイオリンの製造法に至るまで隅々まで検証されましたが、その音色を再現できませんでした。ゲームブーム後、1982年に発売されたアクション迷路ゲーム。縦スクロールでランダムなマップを進んでいくゲームですが、わずか数十キロバイトのプログラムがなぜ通行可能なパターンで迷路を生成しているのか、現代の技術者でも解析できません。芦屋窯は南北朝時代に作られた国指定重要文化財の茶釜で、非常に薄くて軽い繊細な鉄器、鋳物の型の精度をどうやったのか想像もできないほどの鋳造技術です。戦乱の中でその技法は失われ、芦屋窯は途絶えました。スロート圧縮。1990年代後半、オランダ人のジャン・スロートは革新的なデータ圧縮技術を発明します。それは 10GB のデータ量を 8KB にまで圧縮可能だったそうです。しかしスロートは心臓発作により亡くなってしまい、その技術は失われました。聖ヨゼフの螺旋階段。アメリカのニューメキシコ州サンタフェの修道院にある螺旋階段で、1852年に建てられました。この階段は中央の支柱がないため、建築工学的に不可能と言われており、全く支えがないにもかかわらず、多くの人が同時にこの階段に乗っても崩れません。宇宙服、宇宙での活動に適した特殊な布を何層にも重ねて作られ、体温の調整と冷却の機能を持っています。しかし1着あたり約10億円以上の費用がかかることや、手縫いで作られており、その技術が継承されていなかったことが原因で作れません。スターライト。研究者であるモーリス・ウォードによって発明された物質。これは特殊なプラスチックでできており、核爆発に耐えられるほどの耐熱性があります。ですがモーリス氏は悪用されることを恐れ、製造法や材料などを一切明かさず、そのまま2011年に他界してしまいました。テレフォース。ニコラ・テスラによって1930年代に開発された火電入手法。戦闘機を約 300km 離れた場所からたやすく撃墜することが可能でした。具体的な仕組みは不明で、設計図も他国に渡らないよう厳重に保管していましたが、テスラの死後、テレフォースの完成に必要な資料は失われてしまいました。東京タワーの鉄骨。800度に熱した鉄のピンを待ち構える職人に投げ渡して鉄骨に打ち込むという手順を繰り返して接合します。当時これを安全帯や命綱なしで30センチほどの足場を移動するといった職人の技術力と勇気の象徴です。戦艦ヤマト。第二次世界大戦時に作られた戦艦で、ヤマトは戦艦史上最大の口径である46センチ3連装手砲を3機搭載しており、この手法は鉄砲を削り出す職人がいないことから完璧に再現するのは困難だとされています。